こんばんは。11月3日文化の日生放送現場の庄司です。今日やっぱり文化の日でお客さんいっぱい。本当だ。ということですね、今日はね楽しみにしてた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、アンティックカフェアンカフェの皆さんをお呼びいたしました。はーい、ハッピー。なんかもうかわいい、それとも色とりどりじゃありませんかね。もう一人ずつ紹介しますからね。まず自己紹介いきましょうか。はい、はい、こちらから、アンティックカフェでドラム叩いてます、最長老のてるきです。最長老ちょっと待って、はい、あれ師匠、いいよ、てるきくんが最長老なんて言うと、はい、私をどうなっちゃうの。千人みたいなもん。、はい、そしてかわいいでしょう、坊ちゃん。あ、アンティックカフェのギターの坊です。よろしくお願いします。ハッピーハッピー。はい、そしてアンティックカフェボーカルのミクです。よろしくお願いします。ガチャ目です。ハッピー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 。ミッキーね、ミッキー。そして、はい、アンティックカフェベースのカノンです。ナピお願いします。ナピナピナピ。何マッピーパス。わかんないです。いろんな、いろんなね、あの自分たちで言葉を作って、ね、言うのってね、庄司さんはね追いつくの大変よ。え、はじめましてなのよね。はい、はじめまして。私はね、あのショックスで見たりとかね、あのよくほら白いブラックってで水玉のネクタイとかでそれね歌ってたりするのを見たことがあるんですけど、ぜひぜひね、アンティックカフェに会いたいって庄司注文。え、うん、そしたら届いた。ハピー、お待たせしました。ハッピー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 。なんかちょっと私入れるからこれ。ね、でもね、よくね、あのどんなお付き合いでしたかとかっていうメールで質問くんですけど、めっちゃくちゃね初対面なんだよね。そうなんです、ね、うん、でもね、はい、何度か知らないけどね、あの気が合うんだわ。そうですよね。気が合うよね。でも、ね、皆さんどうです、この4人組ね、えだいぶ行きたくなるでしょうね。なりますよね。チャットも入ってると思いますけども、本当だ、今日はね同時にあのいろいろチャットも読みながら、でメールがねじゃんじゃん来てるんですよ。あらら、あらら、あら、お、来てるつ、マジで来てるつ。はい、進めてください。来てるつ。ふみえさんから、庄司さん、アンティックカフェの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日の放送を楽しみにしていました。さて質問なんですが、皆さんの好きな食べ物、あるいは最近ハマっている食べ物は何ですか。ぜひとも教えてください。これね、よく聞かれるわよね。みんな興味あると思うんだけど、どうですかね。はい、あ、僕ですね、うん、リンゴが好きなんですよ、うん、小さい頃から、うん、でそれは、まあ、好きなんですけど、最近っていうか昨日一昨日にすごいものと遭遇したんですよ。何何、あのお客さんからライブの時にもらったプレゼントで、なんか沖縄珍味、うん、耳側ジャーキーっていうのが入ってたんですよ。それがすごい美味しくてコリコリしてて、あれ豚の耳かしら。そうですそうですそうです。あ、そう、それがすごい美味しくて、ハマりそうです。あ、そうですか。いや、すごいな、耳にハマってます。ボちゃんなんかあります。あ、僕はスター丼、え、スター丼の店っていうのがあったんで、うんうん、この間そのお店に入ってみたんですよ。うどん屋さん？いや、スタ丼って、スタミナ丼っていうのが。スタミナ丼、はい、すっごいもうスタミナつくような感じで、あ、丼ぶりで、はい、すごく美味しくて、美味しくてやばい、スタ丼が来てますね。スタ丼、はい、どんな味なの。いや、もうなんかちょっとニンニクのやつ、やっぱスタミナ、あ、スタミナ系だから、もう量も多くて、かなりスタミナつくような感じで、本当にかなりハマってます。いや、すごいな。はい、ビッキーは、僕松屋のビビン丼ですね。あれ、庶民派です、庶民派で、松屋ね、リーズナブルなんで。いやいや、いいよね。あ、いいっすよ。庄司さん食べたことあるんですか。食べたことある。あ、マジっすか。うん、うまいっすよね。私は結構そういうとこ入るの好きなの。あ、マジっすか。うん、じゃあこの後行きましょうよ、この後。この後松屋ビビン丼。今日ね、今日お腹いっぱいなのね。残念。残念。はい、それでベース君、カノン君は、最近あのポテトチップスがすごい好き で最近本当いろんな味がいっぱい出てきてるんですよ。あ、そうよね。これはちょっと極めるしかないな。極めるしかない。カルボナーラ、ポテトチップスたくさん食べる。あ、でも太って
ないもんね。そうなんですよ、痩せてるんですよ。すごい。いいよね。ポテトチップスたくさん食べると結構油が、あ、危ない、危ないです。うん、太ったりするんだよね。食べ物じゃなくてハマってるものって何かあります？ドゥドゥにハマってます僕。また、そうに寂しい。あ、これは僕も分かんないんで。そうに寂しい、分かんない。ドゥドゥは来てる、ドゥドゥ来てるんですよ。ドゥドゥ何ドゥドゥ。いや、いろんな意味があるんです。中学まで僕はドゥドゥしてました。何？ゴーちゃん教えて。庄司さんドゥドゥみたいな、そんな感じでした。え、私ドゥドゥ、ドゥ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 でしたよね。なんか私のことはドゥドゥって。私は牛じゃないのよ。シュリさんからです。庄司さん、アンカフェの皆さん、こんばんは。私は今ダンスの勉強するためにアメリカに行く準備をしています。小さい頃からダンサーになるのが夢だったんですけど、アンカフェの皆さんは小さい頃何になりたかったですかって。はい、カノ。僕ですか、うん、僕はなんかあれ、公務員ですかね。やれる。いや、実にね、素晴らしい。もう生活安定するの、はい、公務員がね、うん、今ね、若い人がやっぱり公務員になりたい人多くて、うん、むしろ、フィフティは僕は地味にパイロットになりたかったですね。地味じゃないよ。え、地味、いや、なんか一般的じゃないですか。いや、パイロットって地味じゃないね。え、なんかもう小さいながらに、なんかパイロットって答えてれば無難だなっていうのがあったんですよね。うまいな、うまいな、うまいな、ドゥ。ドゥ。